はい、細かいパスの中、本当グランパスのディフェンスラインがこう高いんで、結構前線の選手が狙ってるんですよね、はい、ディフェンスのこういったボールで背後を。そうですね、こんな感じですね。ケアしなきゃいけないですよね。はい、コオロキが今度はチャンスメーカーになって、素晴らしいシュートになりました。18歳の荻原が決めました。いや、素晴らしいですね。今振り向きざま、難しいシュートになりましたが、左のスペシャリスト、こちらも18歳、浦和ユースから昇格をした荻原です。公式戦もちろん初ゴール。決して、ね、こう簡単なゴールではないんですけど、後ろから来てますから、これを、ね、まずこのダイレクトで打つっていう発想ですよね、はい。素晴らしい。そうですね、いやお見事です。